ここは島のどの辺だろうな。招かれざる客か。強えなこいつ。エリミネイトオン。ジャンケンユー。ズバッと岩とか切りたいんだけど、ジャンケンの話を聞いた時ピンときたんだ。俺ジャンケン好きだし。今はこの程度だけど、充電すれば結構電力上がるぜ。じゃ、今日は休みにしようかしらね。ちょっと早いけど、パーティーでもやる？試験の申し込みは確か年内までだわさ。急がなくちゃ。なら3000ジェニーになるぜ。オッケー。じゃあな。いらっしゃい。スタートと同じ場所？いや、違うな。あの女と似てるけど。それでは、またのご来島をお待ちしております。さあ走りながら修行修行。俺以外のメンバーはアジトでボマーの一斉解除を待っている。その時点で勝敗は決して。奴をむざむざゲーム外へ逃がしたのも致命的だった。全く前情報のない状態から奴のペースにはまれば、決して奴らにゲームクリアなんてさせないでくれ。リターンオン雲仙。もしも奴らの言う一斉解除が実は一斉バカだとしたら。ふざけんな。これからその指輪を持ってゲーム内に入り、ミルアムラ、サミンガーデラ、さて鬼が出るか蛇が出るか。ビームオン。ビスケ、やっぱり一度彼らのアジトに行ってみようよ。ボマーはゲームを続けていればぶつかる可能性の高い相手。あんたの念はまだまだ発展途上。威力もスピードもピークはわからない。二人で60枚も買ったから種類もいろいろあるね。確かにゴンの匂いがする。会いたいね。はっ。非常に順調だわよ。ブラックアウトカーテンをかけてるけどね。二人はそれぞれの目標に向かって突き進むのだった。楽しかったよ。頑張りな。うん、サンキュー。今年は去年より人数多いな。今年は1489人がここまでたどり着いたそうだが、俺が扉の奥に入ってドアを閉めたらスタートだ。やる？二次試験合格。あ、おかえり、キルは。で、どれか使ってみたか？ブラックアウトカーテンだけ。なんだよ。おいゴン、一体いつこいつに会ったんだ？え？クララ。あと考えられるのは、あ、私も混ぜなさい。ってことは、やっぱりクララがクラピカの念を外してこの中に。何しに来たんだろう。向かうなら東がいい。きっと町人に会えるから。そうか。助念師はグリードアイランド内にいる。クロロの名前を使ったのは僕のアイデアさ。ま、何かあったらコンタクトで連絡してくれよ。団長の復活。ま、とにかく報告はしたぜ。あとはどうぞご勝手に。わざわざすまなかったな。先のことなどどうなるかお前には全くわからんだろうが。どうやら本物のクロロじゃないみたいだぜ。最初はグー、じゃんけんグー。な、おのれー。金粉少女ゲット。聖騎士の首飾りゲット。記憶の兜、魔女の美役、誰？覚えてないか。あん時までお前から他のプレイヤーがあなたに対しコンタクトを使用しました。正確には95種類だがな。お前たちが大天使の息吹と闇の翡翠を独占してることは分かってる。そっちは A ランク1枚、破格の交渉だと思うが。つまり大天使の息吹も入手できると思ってるわけだ。もしかしたら SS ランクの大天使の息吹より A ランクの闇の翡翠、
何事もなく終わったわね。ちょっと拍子抜けだったな。ドキドキした。大吉が出れば間違いなく、うん、レインボーダイヤゲット。とにかくトレードは実行しようぜ。ああ、S ランク以上のカードはなるべく。俺たちが欲しいのは76。はあ、欲しい。税務庁のコテを使う。それとリスキーダイス。おい、ゲン、何する気だ。これもいつも言ってるだろ。やるぜ、俺はやるんだ。よし、これで半分。50。 OK、 トレード完了だな。1枚ある。レビオン、マサドラへ。おい、ゲンスルーはボマーだろ。いや、わからない。アカンパニーオン、ソーフラビエ。ねえキルア、一つ気になったことがあるんだけど、プレイヤーって何百人もいるんでしょ。きっと大部分のプレイヤーは指定ポケットカードをゲットするどころか、それを売ってまたスペルカードを買う。ビームが出るまで。そう、戻りたくない。現実へ。3人合わせてフリーポケットの数は135個。1人5個くらいは開けといた方がいいな。これダメだよ、フェイクで作ったカードだもん。あいつらね。信じましょう。よ、こちらはカズスールだ。実は相談がある。早急に対策を立てる必要がある。ちょっといい？なんだ。ランキングってどうやって調べるの？トレードショップでは誰が指定ポケットカードを何種類持ってるかのランキングを聞けるんだ。ナンバー0は99種集めた後で入手イベントが発生するという説が有力だから。無理やり奴らから奪う手もあるわ。あんた実行できるかい？ここにいる6組はちゃんとクリアしている。ランク S のカード2枚か、こちらと同価値の情報。何よ、別に私だってカードが惜しくて言ってんじゃないわよ。俺もだ。交渉の時触られた。俺も。スペルを使う時二通りの方法があるのは知ってる？うん、知ってる。ランク B の指定カードは全部店で買えるわ。皆さんありがとう、すっごい参考になったよ。よし、じゃあ行くぜ。アカンパニー4、ソーフラビエ。海賊が仕切っているのよこの町は。レイザーと14人の悪魔、町の漁師は全員拷問を受けて殺された。レイザーと14人の悪魔か。イベントの発生条件がプレイ行こう、海賊の住処へ。久しぶりに聞いたセリフだな。やめろ。お前必殺技使う気なんだろうけど。まさか。てめえが約束したことだろう。切れてんじゃねえよ。おし、客ですぜ。誰だそいつら。バトルテーマはスポーツ。一つだけ特別ルールがある。念で作り出したものなら道具もできたかな。一撃必殺のカウンター狙いだもん。はい、次は私がやります。お嬢さんが相手じゃ。ゴー。私の負けです。はっけよーい、残った。悪い悪い、このメンバーじゃ勝てないと見るや、わざと負けて情報収集に切り替えるとはな。少しでも仲間割れの危険を回避するため。その通り。え？俺たち全員が勝つことを前提にしても、最低あと4人の手だれがいる。余談のメンバーだとしてその目的は？そりゃゲームクリアじゃねえの。あいつらが教えてくれるわけねえだろうが。いいからさっさとやれよ。まさか、ひそか。おやおや、僕の見込んだ通り、君たちはどんどんおいしく実る。ここへ何しに来たの？話せばこの二人のことだ。クモ、知ってたのなら話が早い。それをクロロに教えたくて探してるんだ。その質問をするためだけにここへ来たわけじゃないだろう。そうだよ。
あの方には何か近しいものを感じますもの。50年以上嘘つきやってるとわかるもんなのさ。おい、ひそか前を歩けよ。やっぱりどうも何か隠してるわね。メガネ、メガネ。その人の手を離した。痛いな。わかった。何がしっくりこなかったかが、場所、この場所だ。ひそかはマサドラにいた。そう、普通ならマサドラから動かない。それだ。それならビスケの言ったこととニュアンスも合う。ねえキルは、考えたんだけど、仲間にするならやっぱりツズゲラだと思うんだ。ブック。ヒソカが画面を見せようとしなければ俺の考えが裏付けられる。じゃあヒソカ、これ唱えてくれる？交渉は俺たちがやるから。ヒソカの能力に見事に騙されたキルアたち。果たしてヒソカは敵か味方。 Get, 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 get,